東野圭吾史上最も泣ける感動作。そこはかつて人々の悩み相談を受けていた浪屋雑貨店。彼らに届く32年前からの手紙。返事書きたい。いいじゃん。1980年から来た手紙にか。あなたはいつだって手紙でつながる過去と現在。返事もらった方が案外それで人生変わっちまったりしてさ。このじいさんも相談の手紙が来るたびに悩んだのかもな。今の俺たちみたいに。最後の返事書こうかな。心僕がその人に手紙を出したのは、ただその人に幸せになってほしかった。浪屋雑貨店の奇跡。少しだけのさよなら。